ヤドモダルと申します。今日もよろしくお願いします。ドラゴンクエスト11過ぎ去りし時を求めて実況プレイ始めていきたいと思います。では前回ね、5万枚のヒノキの棒を手に入れたところで終わっています。さあこれ何が始まるんでしょうね。あんまり覚えてないんだよね。多分マルティナが今から登場するのではないでしょうか。あら、人間のお客様なんて珍しい。心ゆくまでルーレットを楽しんでいくといいわ。さあ、こっちに来て。姉さん、出番よ。今日もやっちゃってちょうだい。出た。次はどんな坊やが私の餌食になりたいのかしら。そんなまさか。姫様。あ、そっか。グレイグ知っとんだな。あら、グレイグじゃない。あんたみたいな頭でっかちでもこういうところに出入りするのね。あんたも刺激が欲しいのね。たっぷりサービスしてあげるから、あたしと一緒に遊びましょう。姫様、なんとはしたない。グレイグ、あんたってほんとうんざりするほど真面目な男ね。忠実なだけなら犬でもできるわよ。ねえ、私の犬にしてあげましょうか。世界で一番幸せなペットにしてあげる。なんと派手一な。一体どうしたんだマルティナ。今は冗談を言っている場合じゃないぞい。打倒ウルノーガの信念を貫くため、わしらにはお主の力が必要なんじゃ。さあ、もう一度わしらと旅を。まあ、相変わらずうるさいジジイね。楽しい雰囲気がしらけちゃうじゃない。いい？今の私にとって打倒ウルノーガなんて興味ないわ。こんな世界もっと壊しちゃえばいいのよ。私が興味あるのはこのカジノを作った六軍王であるブギー様だけ。私の身も心もブギー様のものなのよ。だからあんたたちにはついてかないの。私はブギー様と一緒にこれからこのカジノを盛り上げていくんだから。いい加減にしてください姫様。今はそんな馬鹿げたことを言っている時ではありません。こんないかがわしい場所、気高い姫様にはふさわしくない。さあ、我々と共に行きましょう。気安く触らないでくれる？女の誘い方も知らないの？あんた何も分かってないのね。どうやらきついお仕置きが必要みたいね。あんたたちみたいなしつこい奴らは私のケリで黙らせてあげるわ。マルティナと勝負なのかい。楽しませてちょうだい。ケリとかいいとこ槍使ってますやないか。さてじゃあ普通に戦っていくしかないんだよね。これはきっと。お仕置きよ。なんか呪われたゼシカみたいなさ、肌色してるよね。じゃあグレイグバイキルトかけていく。バイキルト。で、君はとりあえずちょっと怖いからみんな満タンにしておきたいな。どんな攻撃来るかわかんないから。よっ、鉄鋼山。落ちねえか。155、115。強くないちょっと。パワーアップよ。バイキルトしていく。一回自分で回復していこうか。
て、ブレイク。無茶は禁物じゃ。しない。これでどうだ。落とせないか。可愛がってあげる。エローにはやめて、絶対聞くから。ほら、こいつはだってドスケベ親父なんだから。うっとりすな。ちょっと待って、じゃあ一回ピオリムでおやつをあげていく。鉄鉱山。いや落ちない。これであんたは私の取り。やば。ちょっとオッケーナイスナイスナイス。ベホイム。はやぶさ。当たんないんだね。これでザバン。ああ避けられたか。バイキルト。バイキルト。覚悟しなさい。やばいね。スピードが悪いね。強くね。ちょっと待って、一回シルビアを回復させます。さあ、行きなさい。当たんないんだよな、なんかワンテンポ。手を貸すぞい。片付けない。クレイグ危ないな、ちょっと。ああ、絶好だね。すげえ避けるじゃん。避けるな、避けるか。当たってないの。だ誰にやった。三つ男か。まあ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 、お前はいいわ。手を貸すぞい。ローがやられるのがちょっと一番うざいからな。避けられすぎ。やばいです、やばいです。レイグ落とすのはまずい。助けない。気力戻んのかよ。オッケー、やっと奪ってあげる。あんたの素手も。まずいじゃんね。レイグオッケーナイス。しっかりするんじゃ。ちょっと待って、やっぱ強えんだよな。砕けちゃう。リザバについて。いや。なら、いけない。グレイグ。パワーアップよ。強すぎるな、ちょっと待てよ。このままブギー戦とかだったらまずいよね。ベホイムラ。まあ落ちるでしょ。パザン。当店マザー強で、どうなんの。ようやくおとなしくなってくれたか。これで目を覚ましてくれるといいんじゃがの。困りますな、お客さん。うちのナンバーワンディーラーをいじめてもらっちゃ。ん、この武器戦。泣かせた女は数知れず。ダメじゃん。最強のキングオブモンスター、妖魔軍王ブギー様参上だじゃ。こいつが六軍王の一人ブギー。グロッタの街をこんな風にした張本人の登場ってわけね。ブギー、あっ、あはは、おー、よちよち。かわいそうなボクちんのかわゆい子猫ちゃん、仇はボクちんが取ってあげるからね。ぶ、無礼者が。即刻姫様から離れろ。はぁ、ボクちんのマルティナを仲間に引き込もうなんて無駄無駄。ボクちんの力でマルティナをナイスバディな魔物にして、ボクちんの忠実なるしもべにしたからね。人間を魔物に。じゃあもしかしてマルティナちゃん以外の魔物たちも。マルティナだけじゃなく、このカジノの従業員である魔物たちはもともと人間だったやつらさ。か
ジノで大勝ちして調子に乗った人間たちを魔物に変えてこき使いまくるのが僕ちんの何よりの楽しみなんだよ。マルティナはわしらの大事な仲間、お主の悪行に付き合わせるわけにはいかん。さあマルティナを返してもらうぞい。僕ちんの楽園を壊そうとするやつはまとめてズタボロ百叩きの刑だじゃ。全部全部消えてなくなれ。やっぱ戦うの？生きていくじゃ。体力がまずいよね。ですよね。またバフかけてがいいか。せーの。どいつもこいつも。あそーりー。あそーりー。ロー頼むわ。あそーりー。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 あそーりー。ファンデルフォンちゃうて。お前何をしとんの。僕人を見て。一回三つをかけ。ヨットナ。ハットナ。ギガマホトラ。ギガマホトラなんて出てくる。うん、これバカバカ。ちょっと待って待って待って。魅了されてんの。一回ルカに打ち込んでいくか。よっしゃ、潜在。オッケーね。攻撃第一。一生の不覚。何しとるだお前。あーやばいね。わしに任せ。ありがとう。パワーアップよ。一回グリーグの MP も回復させておきたい。ブギー様最高。魅了されてんだ。あ、突っ込みすりゃよかった。突っ込み。ガイツマン。あー、セルビア。耐えるしかない。あー。セルビア。バカ。しっかりするんじゃ。これは一体。魅了されてんだよな。竜巻。さあ、ご一緒に。どうか。よいと、よいよいな、よいと、よいよいな、よいと。なら終わっちゃったの。ツッコミ。グレイグ。なんでやねん。オッケー、ナイス。そうそう、先にこれをしてくれないと困る。スクルトかけに。牧人を見て。で、バイキルトかけてるでしょ。からこれってさ最高、踊り関係ないもんね。極流打ちしていこうか。さあ行きなさい。ナイス、いいダメージあるね。あーやばいね。3つをオッケーオッケーオッケーで、しっかりするんじゃ。みなに守りを。マジックバリアもかけておきたいな。いやー、3つを魅了されたか。バカ。はあ、ツッコミ4使う。ほらきっとツッコミ4使うの。わしにお任せじゃ。マジックバリア1回かけておく。僕陣を見て。はあ、戻っちゃったんだよな。でここで1回賢者の聖水をシルビア。よし、これで大丈夫。ローがちょっとまずいけどね。一緒に。うん、そうですか。そうですか。体が勝手に。ホイがホイ。ルフィ様、最後の。ご存知、癒しの雨。温度。頼むよお前ら。マジックバリアしてやるけど、けどだな。ギガマホトラもまずいね。バイキルト。パワーアップよ。でローにデホマラ。まだまだいけるぞ。僕陣を見て。MP 管理ちょっとまずいな俺。オッケーオッケ
てこれで避けを避けられるな。まあ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 一応ならまだいい。でパワー全開グランドネビラ釣られてって。お前何してんだ。防御してんだ。バイキルとグレイブ OK。 でマジ頼む。ここで君の OK ナイス。いただくぞ。うぜえなそれ。ご一緒に遊ぶ。やばい。遊ぶそうでしょ。グランドネビルやりてんだよ俺。頼むお前ら。MP がいただくぞ。いい玉ほとら回復ができないな。装填マザー。だけ中。大丈夫。なら終わっちゃった。防御ですか。バイキルトはかけなくても大丈夫そう。ピオリもかけていく。うん。これ失礼。来た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 。グランドネビル行こう。よし今じゃ。えマジ頼むよ。ここで結構いいダメージ入ってほしい。だって魔王跳ねのけたんだもんねこれで。いけるよ。装填魔剤より弱いの。することがないんだよ。防御しといて頼むって。僕陣を見て。そうだよね。装填魔剣も使えない使えない。やばすぎる。魅了された。バイキルとグレイブ。バイキルもうギリギリすぎるこの戦い。すぐブギーと戦うなんて知らんもん。バカ。ブギー様よっしゃナイスです。ちょっとね結構時間かかっちゃったね。マジ賢者の聖水なかったら終わってたわ。よかった持たせといて。もうダメだ。体中が痛くて力がうまくコントロールできないじゃん。お戻ってくるんじゃないですか。よかったマルティナ。私どうしたのかしら。ここは一体。まあ、あなたは隣にいるのはグレイグ。あなたたちどうしてここに。どうして僕人がこんな目に遭うんだ。僕人はこの楽園で一番偉くて強い王様なんだぞ。あの魔物は僕人。怒ってんね。いやマルティアってマジ普通に綺麗なんだよ。めっちゃ怒っとる。全て思い出したわ。妖魔軍王ブギーさん、今までよくも好き放題してくれたわね。あ、そうだ、デビルモード使えるようになるんだ。ブギー、ごめん。100万倍にして返してあげるわ。これ強いのよ。毎回使ってた忘れてた。オッケー、グリーンオブ手に返し手にん取り戻した。うんそうだね。あ20分超えそうだな。
姫様、今のは魔物になっていたせいかしら。私、新しい力に目覚めたみたい。今ならどんな強敵でも蹴り倒せそうだわ。やったー、強いんだよなこれ。ロウ様、ご心配おかけしました。いいんじゃマルティナよ、お主が無事で何よりじゃ。これでまた一緒に旅ができるの。姫様、今までの非礼な振る舞いどうかお許しください。私は今勇者に命を預けるに、打倒ウルノーガの信念を貫き通すまでこのグレイグ皆の盾となりましょう。何よそのつまんない挨拶。これ以上私を退屈させるならきついお仕置きしてあげましょうか。なんてね、冗談よ冗談。グレイグ、頼りにしてるわ。これからもよろしくね。これマルティナ推しからしたらめちゃくちゃ嬉しいシーンだろうね、きっと。しばらく見ない間に随分頼もしくなったわね。これ、おろ、あなたに渡しておくわ。なんかみんな一個ずつ大切なもの拾ってんだね。これで世界各地を旅している時にそのマーメイドハープを見つけたの。どうしてもあなたに渡したくて。もう分かってると思うけど、海にそびえる光の柱でそれを使えば船で行けなかった場所にも行けるはずよ。あ、だからクレイモラにも行けなかったのか。そこで残りの仲間を探しましょう。魔王ウルノーガを倒して世界に平和を取り戻すために。よかった、マルティナさん帰ってきてくれた。おかえりなさい。一番長いかもしれない、22分経ってるし。ちょっと一旦ここで終わっておきたい。あとめっちゃねトイレ行きたい。よしよしよし。あ、なんだパート2で終わっちゃったよこのグロッタ編。こうして三つ男の活躍によりグロッタの町は元の活気を取り戻した。魔物になった人々も元の姿に戻り、人々は久しぶりに訪れた平和な時間を共に喜び分かち合ったのだ。そして夜が明けたと。お腹の調子が悪いでございますよ。さ、イベント始まらず。オッケーオッケー。元の枚数に戻っている。てか0枚ね。よし、では長いことすいませんでした。ご視聴ありがとうございました。次のパートでまたお会いしましょう。